そうですね。今日は仕事が終わりまして、ちょっとね、夜の夕食ですね、夕食を食べて、ちょっとこのソファーでゴロンってなってるとね、こうベルも一緒にこう来て、まあ、相変わらず僕のね、ここのお腹のところに、ね、沿わせて寝っ転がるわけですよ。ひっくり返ってみた。寝っ転がってるとちょっと僕も仕事が疲れちゃって寝てたんですね。そしたらね、ベルもね、眠くなかったはずなんだけど、それは分かんないけど、一緒にね寝てくれるんですよ。こうやって足を、ね、はみ出しながらも大事な胴体をねここに乗せて、こうやって足をはみ出しながらも一緒にね寝てくれるんですよね、ベルちゃんね。こんな感じですね。こうです。そしてこうです。ありがとうね、ベルちゃんね。一緒にねこうやって寝てくれるっていう優しい子なんです。そしてマジね一緒にしてくれるんですよ。よくまあしょっちゅう僕は起こされるんですけど、今日はね本当僕疲れてて、もう寝たいなって感じだったんですよ。普段はねもう眠たくなったわけじゃなくて、寝る時間に無理やり寝ようとするとき、まあ本当は僕起きていろいろしたいところを、まあベルのためにも一緒に寝ようという時はね、ベルはねもう全然寝ないんですね。一緒に遊びたい遊びたいってなるんですけど、まあ今日に限ってはね、本当僕も疲れたって感じで、オーラっていうか、そういう、なんだろう、雰囲気を醸し出してたのかな、僕が。くてんって感じで、僕はこれで、ね、横になったら、もうベルがこうです。ベルも一緒にもう、マジネスタイルと。マジネです。ちょっとうっすらもう起きてますけどね、ベルちゃんは。寝てました。ねえ。そうだよね、ベルちゃんね。よしよしよし。かわいいんです。かわいいんです。にゃーにゃー。もうね、寝顔がほんと笑ってるような。ね、ひっくり返ったら僕はすかさずお腹をさすってあげると、お腹をさすれというポーズなのかわからないけど、よし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 、あーかわいくちゃん、うん、またもうねこんなに広げてますから、触ってもあんま怒らない、あんまほとんど怒らないね。そして前足がピーンとなるわけですよ。こうやってね、ベルちゃん、あなたまだ寝るの。こうやってね、腕枕してるんで、腕枕をねしてる時にこうやってベルがこうやって寝ちゃうじゃないですか。そうするとね、なんかね、あっちに行きたいんだけども僕も起きれなくなっちゃうというか、なんかベルに気を使ってしまうというかね、ベルが寝てるからもうちょっと寝ようっていうね、逆構えですね、僕のね。こういうことね、きっとあるあるなんだろうけども、こうやってね寝ちゃうと僕もね、じゃあもうちょっとっつってね、ここにいるわけです。はい、またお腹を出して、こうやって定期的にねこうやってねお腹をさすってくれとなるわけですね。ここはお腹じゃない、ここは胸部ですけどね、肋骨がここにあるわけですから。あれ起きてるのか、ベルちゃん。ポン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 。お腹があったかいね。何？どうした？どうしたの、ベルちゃん。